はい、どうも皆さんこんにちは。群馬県伊勢崎市にある平田ドラム教室代表コーチの平田です。本日は、こちらですね、最近、ほぼほぼレッスン日の時に、皆さんに公表している、9周年100人記念イベントの、投票結果の中間発表です。はい、中間発表ですね。はい、じゃあまた見ていきましょう。今日が、日曜日になります。8月20日ですね。はい、もうちょっと増えた感じですかね。はい、ちょっと遠目でゆっくりいきますね。若干増えてきたと思います。で、今日日曜日の生徒さんは今月初なので、またかなり動くんじゃないかなと思ってます。もう増えてきましたね。ちょっとでもだいぶ人気なデザインは決まってきましたね。はい、この辺も強いですね。今今回優勝者を決めて、賞金5000円っていうのと、あとそのデザインが、ドラムのバスドラムのフロントヘッドです。フロントヘッドが、こちらとメーカーの、ソナーっていうのが貼ってあるんですけども、この部分に例えばあれがこういう形で、はい、作られたりします。はい、なるんですが、ちょっと1位だけだとちょっとかわいそうかなっていうのもあって、こんなにいっぱい応募をいただいたので、他の賞も今作ろうかなと、検討しております。まだ、未確定なお話なんですが、そんなことも計画中です。はい、ではまた、決まるのが31日の救済日ですね。で、日にはもう1位のデザインが決まると思いますので、はい、ぜひお楽しみに、ご覧いただければと思います。では今日は失礼いたします。